るね。
なかったです。だから息子さんにやってもらって、その分こっち側で自分は寝てみました。あ、すごい可愛いですね。フォーク。あ、バターナイフ。みんな今なんかバターナイフ振るんで。フォークではないよね。どう考えても。いいですね。これは何？これはですね、薪ストーブとかで、これがそうなんですけど、薪が燃えてるじゃないですか。で、火を避けたい時とかに、その時にこれを使って焚き火の薪を動かしたりとか、足したりとか、空気調整なんかをやるために。このねじれには何か、ただの飾り？ただの飾り。本当はこっちがねじらないらしい。話を聞いてると、こう力を入れるときにここがバネになっちゃうから力が入らないと。で、本当はこっち側がグリップでこう曲がらないようにやるんだけど、まあ僕はちょっとデザインでいいやみたいな、どうせ手作りだったんで。お父さんにやってもらった。はい、もう思いっきり熱いって言いながらやってます。で、すごいですよ、何回もやらないとこうできない。